はい、皆さんどうもこんにちは、マロです。今日はマンションでの、変わったね、その戦い方っていうのをね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ってことでね、今日はね、久しぶりにそのパンダではなく、見てください、このアサシン、バリ可愛くないですかこれ。最近ね、アサシン買ってちょっと気分がちょっと上がってるんで、もしよければね、その観戦コメントとか観戦の方いっぱい来てくださるとありがたいんで、フォローの方よろしくお願いします。ってことでやっていきましょう。まあ普段はみんながやらないであろうみたいな感じの戦い方で攻めていきたいと思う。もうあそこで喧嘩しようとしてる。おっと、あー惜しい全然惜しくもなんともなかったまあ今日はなんか、まあ、お知らせ動画的な感じで普通に荒野もしつつっていう感じでやっていきたいと思います。いたね、2階に1枚いたけど、もう1枚いない。これどういう状態、これこれどういう状態なのこれまあ普段だったら、あ、逃げられてた。待てー、どこ行った。これはシンプルに倒しちゃったやつなんですけども、ちょっとね変えてちょっと戦ってみますね。いきますね。ちょっとマンションなんですけど、とりあえずはい、とつると、これ1枚いると、どこにいるか分かんないです。これ角部屋とかに芋ってた時の相手、あーそこいるな。一発、あー、まあこれはもうすいませんね、これこれはもう申し訳ないんですけど、まあ例えばね、こういう、まあどういう時に使えるかっていうのは、まあ、足音とかで基本わかるじゃないですか。基本的がここの角部屋で待ってるなとかって、まあこの中で一番強いって言ったら、もう本当に一回上に上がってもう絶対待ってるなと思ったら、まあ、足音を立てずにこう降りて、ここから臨してやったりするのが、まあ結構ねマンションの中で僕おすすめですね。とあるシチュエーションをねちょっと想像してみてください。たまたまじゃあ自分がここで武器拾ったと、はい、武器拾いました。で敵がちらってあっちに見えてしまった場合で、敵とこうやってこういう状態になってる時、僕だったらそのまあこれまあ一つおすすめの方法なんですけど、こうやって見合ってる状態けど、これ突っ込んだら負けてしまうってよくありますね。ここ突っ込んじゃったら、まあやっぱ難しいわってなる状態があるんですけど、じゃあここどうやってうまくいくかっていうと、まあこちら側にいる状態でしたら、まあ一回後ろに回ってここをこうやって、ああ今ちょっと落ちちゃったんですけど、まあうまく渡って相手の逆をついてやるみたいなのもありですし、まあ正直一番、まあそれは状況においてなんですけど、こっちからいたら圧倒的にやっぱこっちの方が早いんで、こうやって回ってここでビーってやるのがまあ、やりやすいんでまあそういう立ち回りも OK だと思います。まああとは本当に基本的なんですけど、まあ、上でかなんか来たんですけど、待って痛い、それ痛いやつや、え乗り逃げやん、もうやめてやお前に、あ撃たれてるんかな。いやもう本当にね、もうねとうとうね、そのありきたりなそのマンションのその、まあ意外とその今僕が紹介したマンションのあの立ち回り、まあチームとかで使ったりするとすごい連携とかで、どこだ、連携とかでね使えたりするんで、そのもしよかったらね、一回そのチームで一人が見合ってる状態に一人が回り込んだりっていう感じで使ったりすると、すごくね使えるんで、ぜひねチームで使ってみてください。まあそんな感じでやってるんですけど、もうつまりね、もうこんなねありきたりな情報をねちょっとね結構発信してきたということ、つまりもう僕もネタがないんすよ。で僕も荒野行動以外その出す動画とかないんで、正直もう僕荒野行動以外の動画出したとしても、もう正味もほんと需要っていうのがもうそもそもないんでなんでもう多分荒野が廃れたらもう僕も廃れるみたいな感じで終わってっちゃうんで、なんとかレパリティじゃん、なんとかそのレパートリーだよね多分増やしていきたいんですけど、まあねそのレパートリー増やすにせよ、なんかまあ何の動画してもいいか分かんないっていう感じなんで、
まあ、とりあえずね、そのみんなが今好きなゲームとかアプリとか、まあ、あとこんなことやってほしいっていうのはね、もうコメント欄の方にぜひ書いてほしいです。そのコメント欄で書かれたやつを僕はもう正直そのもうやっていく、もうほとんど全部やっていきたいなと思いますね。正直僕も結構その何ですかね、その立ち回りとかの解説してると、なんかドットサイドのコツとかなんかいろんなそのコツとかあると思うんですけど、結局そういうのやってるとなんか他の実況者さんたちとやっぱ被っちゃったりするんですよね。だからあくまでね、その、まあ、誰々さんもこれやってたよって言ってくれるのはすごいありがたいんですけど、まあ僕の立ち回りとして見てくださればすごいありがたいですね。またそれはそれで別みたいな。なんで絶対に減るじゃん。うわーマジでやったわ。最近頭判定おかしくないですか、マジで。絶対今の2減るでしょう。めっちゃ狙っとうし、絶対2減るだったじゃん。まあいいや、マジで面白いと思うんで。めっちゃ見られてる。なんか来たんですけど、誰が来た。近い。あーそこにいるんだ。オッケー。あれ顔出てない。そう、若干顔出てるの何。いやもう最近ね、そのまた、あ、なんか走ってる子がいる。最近そのなんすかね、そのアニメにまたちょっと昔僕が見てたアニメちょっともう一回見直そうかなと思って、最近よくあれ見てます。ニューゲーム見直しても危険かった。やだー、絶対撃たれるやん。お、いた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 、結構当ててくる。当ててくる、結構当ててくる。あ、痛い。めっちゃ当ててくるやん。くそ、お、うまいな。当ててきますね。なんか普通にそこら辺の草むら走ってたんで危な。怖っ。ここ OK。 ニューゲームっていう、その昔そのなんかゲーム系の、そのゲーム開発系のそのアニメ、ゲーム開発系のアニメじゃない、まあ、なんかなんていうの、そのほのぼの系のそのアニメがあるんですけど、もうねそれに最近またねちょっと見返してハマっちゃって、もうとりあえずね、もうキャラ全員が可愛いんすよ。であとね、ガブリールドロップアウトとかってやつね、もうキャラも可愛いし、もうなんやねんこれ。パンクしてるしガソリンないし。ガブリールドロップアウトってやつとそのニューゲームってやつマジで面白いんで、一回みんな見てみてください。あの女の子しか出てこないんすけど、なんていうんすかね、そのニューゲームに関してはすごいそのアニメの内容っていうか、その物語がすごいしっかりしてて、まあガブリールに関してはもう単純にコメディ系でもうめっちゃおもろいんで、ぜひみんなね一回本当に見てみて。おー、いるじゃん、ここいそう。てかいたよね多分。あ、いたわ、いたわ、いた。え、でもここもなんか車止まってんよね。じゃちょっとまたみんなのね、そのおすすめのアニメ教えてほしいんで。まあでも結構僕ね、王道系はもう見てるつもりなんで、そのソードアートとか、どこら辺だろうな、ソードアートはまず、ソードアートもそうだし、リゼロもそうだし、結構、エダブがいる、エダブがいる。はもう結構見てるつもりなんで、もうね、結構ね、コアなやつとか、教えていただけたら、ぜひともね、もう見させていただくんで、おすすめのアニメをコメント欄の方に書いてください。暇でしょうがない。近いね結構。どこ通っちゃってんだろう。着弾はしてないから俺じゃないと。そこ、あ、ま、抜いた、マジか。これあと後ろから来るしな。あ、そこに車あったんだ。だ。逃がさないよ。ケース。最近ね、M4 のドットのそのリコイルの仕方が本当に結構つかめてきたんで、
まあちょっとね、また詳しくね、ちょっと M4 のそのドットのコツをちょっと紹介していこうかなと思ってるんですけど、まあでもそんないらないですか、あんまりそのリコイルのコツみたいな。思ったより伸びなくてちょっとびっくりしましたね。てかここめちゃめちゃ弱いじゃん俺。アンチ的にめっちゃ弱いんだけど大丈夫？四方八方から撃たれるやつやんこれ。やっぱヒロインがガチアニメとかがいいっすよね、見るなら。おい、くそ、やっぱ後ろ痛まる。こういう時は後ろの車線も切りつつちゃんと回復。おお、レドリンク持ってね、回復できね。でも後ろが一番怖いからな。こんなところから顔出しやがって。くそ、この後ろから撃たれたらどうすんねん、どうすんねん、お前のせいで後ろから撃たれたら顔出しや。硬くね純粋に思った、硬くね本当に硬いと思うんだけど最近。何やってんだあの子は。え、なんかあるあそこに。覗けない。いやーマジか、それ外すか。どこ敵、どこ行っちゃった。ああもう全然見てなかった、やらかした、やらかしたんご。どこにいるんだろう、怖っこれマジで。あ、いたわいたわ。オッケー、あと4枚。どこにいるんだろう。いやこれ下の町から多分来そうっすね、怖いわ。ちょっとドリンクだけ回収したい。いた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 。オッケー、危な、ドリンクもっとないやん。もうどういうこと、どういう教育してんの本当に、どういう教育されてた。ドリンク持てよ。いやもうそりゃ飲まんていかんでしょ、水分補給大切よ、水分補給は。いたね。じゃああとそこの左かな、左の町かな。よっと、おっと、さあこれが本当に SR 苦手な人のこんな感じなんて本当にマジエタクソやばいな。うわあ全然違う。オッケー、当たった、危ねえ。もう何度目の正直かってぐらい外したんだけど。あとこの町の方にいたやつだと思うんだけどな、違うかな。あ、いたわ。オッケー、オッケー。ってことで16キロドンカツってことでね、まあ、今日はまあ、ネタ募集みたいなね、随時どんなことをやっていくかってことをまあなんか詳しく話したんじゃないかなって思います。ってことでこの動画が良ければチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ってことでみんなまた、バイチャー。